緊張を敵にするのか、それとも味方にするのか。こんにちは、りょうすけです。今回は心のメンタルコーチシリーズということでお送りしていきたいと思います。今回の動画のテーマなんですけれども、緊張の対処法について話していきたいと思っています。この動画では最初に緊張の対処法の答え、そして次に緊張の対処法の答えの理由ですね、詳しく話していきます。そして最後に緊張の対処法の3ステップですね、ご紹介していきたいと思います。なんでこの緊張という話をするかというと、僕自身も大学時代はめちゃくちゃ試合の時に緊張してました。緊張しすぎて自分のプレーが全くできない状態っていうのがめちゃくちゃ続いていたんですけれども、社会人の実業団チームに入って日々改善していった時に緊張を克服することができたんですね。試合では全く実力を発揮できない状態から自分の実力を発揮できる、そんな状態までステップアップすることができたんですね。今回はその緊張の対処法について話していきたいと思っています。ということで早速対処法の答えですね、結論から話していきたいと思っています。ということで緊張の対処法なんですけれども、緊張のパワーを味方につけるということです。最初に言っておくと、緊張ってめちゃくちゃパワーあるんですよね。緊張が起こる場面としては珍しい場面だったりとか、これは大事な場面だと思う時に緊張をすると思うんですけれども、この緊張っていうのは普段感じることができない内側から出てくるものなので、ものすごくパワーがあるんですよね。ですのでこの緊張というパワーを自分の味方につけるか、それとも自分の敵にするかによって自分の調子だったりとかパフォーマンスっていうのがめちゃくちゃ変わってくるわけですね。そしてこれも今言ってしまうんですけれども、緊張で悩んでるっていう人は緊張は悪いものだって思ってしまってるんですよね。自分が緊張してしまうと体がガチガチな状態になってしまうし、自分のプレーがうまく発揮できない状態になってしまうから、緊張は悪いものだ、緊張は悪いものだというふうに思ってしまっているんですよね。だからこそ緊張で悩んでしまっているという人は、自分が求める理想像として自分は全く緊張を感じないようなメンタル状態になりたいし、どんなことにも動揺しない鋼のメンタルになりたいというふうに思ってると思うんですよね。でもですね、しっかりと考えてみると、緊張というものは実は悪いものではないんですよね。それはなぜかというと、自分を極限の集中状態に入れてパフォーマンスが発揮しやすい状態になっているからなんですね。例えばなんですけれども、テレビで活躍しているプロの選手はというと、試合中に全く緊張がゼロの状態になっているかというと、そうではないんですね。プロで活躍している選手はもちろん緊張しているんですけれども、その緊張をプラスに変えて自分の味方にしてるんですよね。だからこそ本番の試合中に 100% の実力を発揮することができてるんですよね。多分この動画を見ている方も、うまくいかない試合もあったと思うんですけれども、うまくいった試合もあったと思うんですよね。そのうまくいった試合っていうのは、もちろん緊張はしていたと思うけれども、自分のイメージが良かったりとか、試合の初めにうまくいったことによってその流れでうまくいったりとか、というふうにうまくいった経験もあると思います。ですので必ずしも緊張というものは良くない悪いものだというふうには思わないでほしいんですね。それではここから実践編なんですけれども、実際にこの緊張を味方に変えていくためにはどのようなことをすればいいのかということを3ステップでご紹介していきたいと思います。それでは最初に1ステップ目ですね。1ステップ目が、俺は今緊張しているんだということを認めるということです。まず最初に、あ、今俺緊張してるんだなということを否定しないで、しっかりと自分の中で認めるということですね。もしもこの緊張を否定してしまうと、自分の心と体にギャップが生じてしまって、自分のパフォーマンスが下がってしまったりとか、自分の中でさらに混乱してしまうので、自分の中で今感じている緊張を認めるっていうことが大事になってきます。そして次、2ステップ目なんですけれども、今自分の体が興奮状態、そして集中状態に入ってるんだということを知るということです。スポーツマンの方でしたら試合前とか試合中とか緊張すると思うんですけれども、この緊張状態に入っているということは、試合に向けて体が興奮しているんだ、そして集中状態に入ろうとしているんだということをまずは知ることですね。これがとても大事になってきます。
決してこの緊張はマイナスなものではなくて、自分の実力そしてパフォーマンスを発揮しやすい状態に持っていくための集中なんだということをまずは理解するっていうことが大事になってきます。これが2ステップ目ですね。そして最後3ステップ目なんですけれども、今自分がやることに集中してプレイするということです。頭の中ではいろんなことを考えてしまうと思うんですけれども、まずは今自分がすべきことは何なのか、やるべきことは何なのかということを考えて、それを実行していくっていうのがとても大事になってきます。大事な時に失敗したらどうしようとか、負けたらどうしようとか、チームに迷惑をかけたらどうしようとか、いろいろと考えてしまうと思うんですけれども、これらのことというのは未来のこと、先のことなのでまだわからないですよね。ですので、まずは自分が今できることに集中する。自分のパフォーマンスが発揮しやすい状態になるために、しっかりとアップをすること、仲間とコミュニケーションを取ること、目の前のプレーに集中することなど、今できることにしっかりと集中するっていうのがとても大事になってきます。ぜひこの3ステップを実際にやってみてください。僕自身もめちゃくちゃ緊張していたんですけれども、このステップをしっかりと考えて実行していくことによって、実際の本番の試合とか本番の大会では自分の実力を発揮することができて、とてもいいパフォーマンスができました。ですので、ぜひ実行に移してやってみてください。この3ステップおさらいすると、俺は今緊張しているということを認めるということ、自分の体が興奮状態、そして集中状態に入っているんだということを知るということ、今自分がやることに集中してプレーをすること、この3ステップをご紹介しました。ぜひ本番の大会で自分の実力が発揮できないとか、なかなか緊張してパフォーマンスが発揮できないというふうに悩んでいる方結構多いと思うんですけれども、この3ステップをですね、実行していただいて、自分のパフォーマンスが発揮できる楽しさ、そして嬉しさっていうのを感じてほしいなと思います。先ほども言ったんですけれども、僕自身が実践して克服していったステップですので、ぜひ悩んでいる方、困っている方、苦しんでいる方は実行に移していただけるととても嬉しいです。ということで、今回の動画は以上になります。概要欄にて Twitter のアカウントを載せているんですけれども、バレーボールのアカウントだけでなくてメンタルコーチのアカウントも載せてますので、ぜひそちらもチェック、フォローよろしくお願いします。ぜひこれを見ている方の実力、そしてパフォーマンスが試合で発揮できることを願っています。ということで、今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。